ビーバー軍はアメリカ合衆国ユタ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6629人であり、2000年の6005人から10%増加した。軍庁所在地はビーバー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1856年に設立され、軍名は地域に豊富にいた北アメリカビーバーから名付けられた。 探検家が最初に、現在のビーバー軍地域を訪れたのは1776年のドミンゲス・エスカランテ遠征隊だった。ビーバー軍は1856年1月5日に、ユタ準州議会により、アイアン軍の一部から設立された。この時、末日聖徒イエス・キリスト教会開拓者が、ビーバー氏を設立していた。軍内の詳細アメリカ合衆国国政調査局に、 よれば、軍域全面積は2592平方マイルで、あり、このうち陸地は2590平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.09%である。土砂山脈が、軍の東部境にあり、その標高は12000フィートにも達し、豊富な水を、ビーバーや、マンダーフィールドのような農業地帯に供給している。軍の西部は、 広い不毛の砂漠の谷が広がり、その間に、白神族の木が、まばらに生える山脈がある。昔のビーバー群調査以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。q u i c k f a c t s と、センサスと、g o v ビーバーカウンティーアクセスと、2011年10月8日、アメリカンファクトファインダー、ビーバー、ユータファットファインド、A カウンティー。 ナショナルアソシエーションオブカウンティーズ。H T T P コロンスラッシュスラッシュ W W W n a c o o r G スラッシュカウンティーズスラッシュペイジーズスラッシュ F I N T A C O U N T Y a S P X 二零一一年六月七日閲覧。ファンコット J W 千九百九十ユタプレイスネームズ。ISB N 例から八七四八ゼロ三四五四。 センサス 2000US ギャザティアファイルズカウンティーズユナイテッドステーツセンサス2011年2月13日閲覧ありがとうございます